はい、こんにちは、116インズです。今回は NPB に関連した話をしていきたいと思うんですが、巨人がですね、今日スポーツ報知で報道されていたんですけれども、ジャスティン・スモークとそれからエリック・テームズ両方を獲得するんじゃないかと今朝報道されていました。いや、これはすごい補強ですよね。今年の巨人は、外国人選手の補強に関する話が、ここまであまり出ていなかったんですが、まさかのスモークとテームズということで2020年最後に大きく出てきたなという印象です。で、このスモークとテームズ2人とも実績が非常にある選手で、今年は2人ともいいシーズンではなかったんですけれども、昨年のテームズは25本ホームランを放っていて、スモークに関しても22本と20本以上のホームランを放っているスラッガーですから、今回の巨人の補強は大型補強と言ってもいいんじゃないのかなと思いました。で、スモークに関してはまだ獲得は完全に決まったわけではないようでして、 ESPN のジェフ・パッサン記者もスモークと巨人の契約は契約合意に向けた最終段階にあるとツイートしていたんですが、正式発表はもうちょっと後になるかもしれないんですけれども、ただ契約の総額がパッサン記者によれば600万ドルから700万ドルぐらい、日本円にすると7億円8億円規模になるんじゃないかとツイートしていましたんで、さすがに単年でこの額はちょっと高いんじゃないのかなと個人的に思いましたので、複数年契約の可能性もあるんじゃないのかなと思いました。ただ契約の詳細に関してはこの動画を作っている段階では明らかになっていませんので、このあたりはどうなるんでしょうかね。で、今回特にお話ししたいのがこちらのスモークのお話なんですね。スモークは現在34歳のファーストの選手で、 MLB 通算11年間で196本のホームランを放っているスイッチヒッターの選手です。ここまでキャリアでレンジャース、マリナーズ、ブルワーズ、そしてジャイアンツでプレーしたスモークですが、2017年のブルージェイズ時代に自己最多の38本のホームランを放ちまして、この年自身初めてのオールスターにも選出されていた MLB でも実績のある選手となっています。ただ今シーズンはちょっと打撃面で苦しんでしまいまして、OPS も6割1分1厘と、ファースト専門の選手としてはかなり物足りない成績となってしまって、年齢等も考えますと来シーズン MLB の契約をもらえる可能性はかなり低いんじゃないのかなと個人的に思っていたんですが、日本からこれだけいいオファーが来たことがスモークの来日を後押ししたのでしょうか。で、スモークといえばかつてはトッププロスペクトとして非常に将来を嘱望されていた選手でして、で、しかもマリナーズでプレー経験があるということで、だからこそ今回スモークをメインに動画を作っているわけなんですが、2008年全体11位指名でテキサスレンジャーズに入団したスモーク、スイッチヒッターの強打のファーストということもあって、当時レンジャーズにはマーク・テシェイラという同じくスイッチヒッターで強打のファーストの選手がいましたので、マーク・テシェイラ2世としてチームやファンからもスモークは非常に期待されていまして、またプロスペクトランキングでもかなり高い評価を受けていて、2010年の開幕前の時点のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでも球界全体で13位に入るなど、その期待の高さというところがここからもわかるんじゃないのかなと思います。で、そんな非常に期待されていたスモークなんですが、2010年のトレードデッドラインにレンジャーズがクリフリーをマリナーズから獲得する際に、その見返りのメインの選手としてマリナーズへ移籍。当時のマリナーズは攻撃面に課題を抱えているチームでしたので、チームは未来のクリーンナップとしての活躍に非常に期待を寄せました。ただマリナーズに来てからのスモークはチームが期待していたほどのバッティングをすることはできなかったんですね。マリナーズ移籍後はファーストのレギュラーのポジションも与えられたんですけれども、一応2014年を除けば毎年2桁ホームランを記録して、2013年には20本も放っているんですが、ただ OPS8 割を上回ったシーズンはマリナーズ時代は一度もありませんでしたし、マーク・テシエラ2世という期待値を考えますと、やっぱりちょっと物足りない成績ではあったのかなと思います。マリナーズの本拠地セーフコフィールドはバッターに不利な球場となっていて、広いセーフコフィールドでスモークがバッティングを見失ってしまった感は否めないのかなと思いますね。外野に大飛球を放っても、それがフェンスの手前でちょっと失速してしまうというフライをマリナーズ時代のスモークに関しては本当に何度も見ましたので、もともと選手のタイプとして30本40本打つタイプではもしかしたら本当はなくて、ただそういったプレースタイルをマリナーズに来て求められたため、なんとか頑張ってパワー型として活躍しようとしたものの、球場の広さとマッチせず、マリナーズ時代のバッティングの成績がかなり物足りないものとなってしまったのかなと思います。その結果スモークは2014年のオフにウェーバーでブルージェイズに移籍、その後2017年にオールスターに選ばれる選手に成長する姿を見た時には、ようやく彼の才能が花開いて本当に良かったなと、かつてスモークを見ていた人間としては非常に嬉しかったんですけれども、なかなかそういったいい時代も長くは続かず、今回の来日となってしまいましたね。
というところがスモークの MLB キャリアどうしてこうなってしまったのか、というかマリナーズファンから見て思い描いていた姿にスモークが成長しなかったことを嘆いていた、それだけな気もしますけれども、ここからはスモークは選手としてどういったタイプなのかというところをご紹介したいなと思います。こちらファングラフスから様々打撃面の成績を持ってきたものとなるんですけれども、まずスモーク大前提としてアベレージを残すタイプではないということは頭に入れなければいけないと思います。 MLB でのキャリア11年間においてスモークが最も高いシーズン打率を残したのはオールスターに選ばれた2017年の2割7分。右打席のスモークは割とコンタクト重視のバッティングをするので、右だけでやればもう少しアベレージが残せるのかもしれませんが、左打席のスモークはパワーに全振りしたバッティングをして、でしかも結構プルフィッターの傾向も強いので、どうしてもそのせいでシフトを敷かれてしまって結果として打率が伸びにくい側面があるのかなと思っています。ただアベレージはあまり残せないんですが、フォアボールはそこそこ選ぶことができて、マリナーズにいた頃はそこまでフォアボールめちゃくちゃ選ぶタイプの選手ではなかったんですけれども、最近はフォアボール率 14%15% と結構高めの数字を残していますし、昨年も打率2割台前半ながら出塁率が3割4分を超えていたのも昔と比べて選球眼が向上したという側面が大きく影響しているのではないかなと思っています。でこういったあまり打率が残せずホームラン20本30本打つ選手としてありがちなのが三振が多いというところが普通はあると思うんですけれども、このスモークに関してはそこまで三振は多くはないと言いますか、まあ、少ないとは言えないとは思うんですけれども、致命的に多いというほどではないと思っています。ただ今シーズンちょっと三振率が前年と比べてかなり上がっていまして、2019年は 21% 台だったものが今年は 31% と10ポイントも一気に悪化していますので、まあ、これが一過性のものなのか、はたまた今シーズン33歳のシーズンで年齢的な衰えが来ているのか、ここはちょっと注意しなければいけないかもしれません。今年の成績が年齢によるものだとしたら日本でのパフォーマンスもちょっと心配な部分はあるんですが、一方でスモーク自身速球系のボールに非常に強く、打率の低ささえ目をつむればある程度出塁できて、でしかも本拠地が打者有利な東京ドームですから、ホームラン数というところも期待はできるんじゃないのかなと個人的に考えています。続いてはスモークの守備に関する話をしていきたいなと思うんですが、まあ、当然巨人に入団するわけですからルールの変更がない限りは基本的には守備につかなければいけないということですけれども、スモークは MLB のキャリアを通してファーストしか守ったことがない完全なファースト専門の選手となります。で指標で見てみますと通算のディフェンシブランセーブ度はマイナス31、そしてアルティメットゾーンレーティング UZR はプラス 0.8 となっていますので、指標を見る限り守備がめちゃくちゃ上手い選手というわけではありません。ただスモークのファースト守備の指標があまり良くない理由として、スモーク自身アスレチックなタイプの選手ではないのであまり動きが良くないんですよね。なのでどうしても守備範囲が狭くなってしまって、それで守備指標としては悪くなってしまっていると思うんですけれども、ただファーストとしての能力、内野手の送球を補給したりですとか、まあ、そういったところは結構無難にこなしてくれますし、なんならハーフバウンドですとかショートバウンドの送球をすくい上げることに関しては結構上手い方だと個人的に思っていますので、まあファースト守備めちゃくちゃ上手いわけではないですが、少なくとも味方の足を引っ張るような守備力ではないのかなと考えています。なので打撃と守備のトータルの期待値としては少しだけ守備の上手いジャスティン・ボーアぐらいで考えていけばいいのかなと思っています。ということでここまでジャスティン・スモークという選手の話してきましたが、以前スモークに期待を寄せていた人間としてはぜひ日本でまだまだできることをアピールしてもう一度 MLB 復帰を目指してほしいなと思っています。というのもスモークは通算200ホームランまであと4本に迫っていまして、なんとかどこかで1年プレーすればその200本という大台に乗せることができるんじゃないかと考えていますので、まあ日本で数年間プレーしてしまいますとどうしても年齢の面で復帰が難しくなる可能性はまああるとは思うんですが、なんとかですねそれを乗り越えて MLB 復帰をぜひ目指してほしいなと思っています。このスモークにしてもそうですし、また巨人が合わせて獲得したテイムズ、それからヤクルトに今年入団したドミンゴ・サンタナもそうですけれども、マリナーズでプレーした経験を持つ選手結構 NPB にやってきますけれど、ぜひチームの期待に見合う活躍を見せてほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。